騒がせしております。池袋リーグのバスク池袋。こんな感じで今公園の真ん中ら辺は来週のサンオペラの準備してますので、中には入らないようにしていただいて、いいぜ見てってやるぜって方いらっしゃいましたら前の方に来ていただける。前の方なりそのロープの縁あたりを攻めていただければなと思っております。バスク池袋。こんな感じでやってまして、今週の土曜日は、ここで手作り市っていうのをやってて、ステージ上では袋屋音っていう、それもまた生演奏の企画やってまして、日曜日は IWGP フェスダンス&パフォーマンスフェスティバル、オリエンタルラジオが来る、割とダンサブルなイベントになってるんですか。その次の週ぐらいに、今度この公園の真ん中の広場使ってオペラがあるんですが、それ終わりぐらいからこの西口公園改装工事になって新しく生まれ変わって、オリンピックに向けてパブリックビューイングとかできるようなデジタルサイネージの大きいのとかついたりとか、そういう感じで生まれ変わりますので、そうなったらまたできればいいなと思ってますが、ちょっとどうなるかわからないんですよ。そんな感じでこうやって野外ライブみたいなのをできるような環境を整えられたらなと思ってまして、いろいろ池袋リーグという組合みたいなのを作ってやっていこうと思ってますので、あ、いいじゃないか、俺もやってやるぜ、なんか日程とか教えろよって方いらっしゃいましたら、池袋リーグで検索していただけると Facebook ページとか出てきますので、そこに何かしらいいねとかしといていただけると次に繋がるんではないかなと思っております。池袋リーグといったところでもう、まあ、ぼちぼちちょっとやらさせていただければと言ってますし、よろしいですか。はい、どうも、今紹介で預かりました、ノンベセッションバンドというバンドを組んで、まあ、セッションですね、セッションしているバンドでございますありがとうございます、でですね、今日はまあ半分、全編成を入れると実は6人の編成の、まあ、チームバンドなんですけど、今日はこのトリオでやろうかなっていう、あの勝手な妄想を膨らまして、まあ、単純に本当に1個目的は西口公園でやりたい、ただそれだけっていう、しかも3人でっていうのがあったんですけど、まあ、そのうちのもう一人ね、まあ、歌を歌ったりハープを吹いてくれる人がいるんですね。でその人に一応急遽スケジュールどう、ゲストで出てくんないみたいなこと言ったら、いいよって言ってくれたので、まあ、その人を加えて、まあ、3分の2でやりたいなと思っております。で、まあ、曲としては、まあ、いわゆるスタンダードどころとか有名どころの曲を、へんてこりんなアレンジにしたり、して、まあ、楽しんでるというバンドでございます。まあ、その都度ね、セッションなんで変わってったりするんですけど、そういうのを楽しんでもらえればなと思います。というわけでちょっとそのハープボーカルの人をまず呼びたいと思います。ボーカルハープ木戸孝之、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。面白いでしょ。面白いでしょ。そう、トリオでやるって言っといて、いきなりトリオのメイン組は消えます。はい。で、1曲目が、サインドシールドデリブ、ディブ、やっぱ言えなくなっちゃった。サインドシールドデリバード、I'm You, Yours っていう曲で、まあスティービーワンダーが。誰かにあげたのが原曲なんですよね。まあ、作ったのはスティービーの人でございます。スティービーの人としてスティービーです。で、それをいろんな人がやっぱアレンジしてるんですけど、少し原曲風な感じ、まあ、ゆったりなものだったり、でインストでやってるのもあったりして、ちょっと早いアップテンポののだったりっていうのがあるんですけど、まあ、それ全部くっつけてみたら面白いんじゃないかなってことで、やりたいなと思っております。マイクの準備よろしいか、木戸さんよ。はい、ちょっと吹いてみて、軽く大丈夫、うん、という形でいきたいと思います。まずはいきなりデュオから入りますね。じゃあ私たちはちょっと降りましょうか。じゃあ、よろしくお願いします。
ありがとうございました。いきなり、ゲストと言っていきなり出てもらいましてすいません、ありがとうございます。木戸孝之でございました。ありがとうございます。曲は、サインドシールドデリワードアイムユアーズって曲でございました。いろんな人のアレンジをいろいろ、拝借してさらにまとめ上げてやらさせていただきました。興味がある方はね、調べてみると、へえ、こういうのにいっぱいいろんな方法があるのねっていうのを、いろんな雰囲気があるのねっていうのを見てもらえたら嬉しいなと思います。なんか踊ってくださってる方もいらっしゃってね、とてもありがたい話でございます。ありがとう。まあここで演奏してますので、どうぞ、ね、まあ8時ぐらいまでですね、お時間いただいているのは8時ぐらいまではちょっと演奏させていただいたり、喋ったりさせていただいていればと思いますので、おのおの好きにリラックスしていただければなと思っております。じゃあお次の曲を決めます。どうしようかな、そのまま歌う、それとも一回休む、ではそのまま続けていきたいと思います。ここで一回落とそうかとも思ってたんですけど、そうでもないなということで、まあ、ちょっとだけアップテンポではなくなります。さっきのがね、途中からアップテンポになってましたのでね、まあ、少しちょっと落ち着ければと思いますので、次はクルセイダスという、バンドの、Keep That Same Old Feeling という曲をやりたいと思います。まあ本来はねサックスがいっぱいいて豪華な響きなんですけども、4人しかいないですね。あと副楽器は1個しかないですね。まあそういうバージョンも楽しんでいただければなと思います。少々お待ちください。
ありがとうございました。今ずっと言ってましたね、キープザセイムオールドフィーリングという曲でございました。まあちょっとねのんびりするにはいい感じの曲かなとも思うんですけど、まあ割とドラムがバッツバッツバッツバッってずっと刻んでくれてる、まあ踊りやすいっちゃ踊りやすいですね。ありがとうございます。ではお次の曲に行きたいと思うんですけども、よろしいかな、この感じですからね。じゃあちょっと早楽しめなブギオンでもやる、スナッチバック、どっちがいい、どっちもいい。じゃあブギオンレゲエウマをやりたいと思います。また、スティービーワンダーの曲からですね、少し、先ほどの曲よりはアップテンポより明るめの曲になりますので、
ブギオンレゲエバーの曲でございました。ちょっとアップテンポでみたいな感じで言ったんですけど、ものすごいゆっくり始まっちゃったんで、すごいよくわかるよ。この感じってすごいちょっとゆったりしたくなる空気感ですよね。あれ、あ、いいか、喋るかと思ったけど喋んないかな、で、今はね、木戸さん、木戸さんですね、でいきなり出てきてもらってね、いきなり、ずっとやってもらってますんで、ちょっと一旦休憩で、ありがとうございます。後ほどまた来てください。ありがとうございます。で、ですね、ありがとうございます。そちらの方にね、いてもらって。で、じゃあやっとトリオっていう形になりますけど。そうですね、しばしば時間がかかりましたが、はい、いよいよ本編のトリオに。ほら、そういう言い方せないでください。そういう言い方すると急にハードル上がるからさ。すでに汗だくだけどね。そりゃまあね、なんですか、なんだかんだ言ってね、動き回ってますから。そうですね、はい、すごい天気もいいし、過ごしやすい環境ですから、余計に動いちゃうよね。まあ、ね、やっぱね、この、雰囲気、このステージから見える雰囲気ってやっぱりすごい特別というかね、素晴らしいものなので、やっぱ勝手にテンション上がってしまうんですよね。そうなんですね、こっちから見るとイルミネーションがいい感じに最高だね。そう、かっこいいんですよ、夜の街っていう感じ、ね、もうよかったらね、一回上がって見てみればいいと思いますよ、本当に。ぜひともこの景色も見てほしいですよね、出演してステージに上がって。まあ、もしかしたら終わった後とかね、写真撮影とかいう名目で見れるかもしれませんね。ちょっと喋ってもらっていいかな、若干チューニングさせて、はい、それでは、こちらのステージの方は、今月でって先ほど説明ありましたかもしれませんけれども、イベントの方は一旦お休みするみたいなんですけど、皆さんのご要望がありましたら、もしくはね、またこの雰囲気一緒に楽しみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひともね、Facebook 等の方でこちらのイベントの方紹介していますので、そちらの方にアクセスしていただければと思います。まだまだ私たちの、ライブの方は続きますので、同じようにそちらですね、踊るなりゆっくり見るなり、その近辺のお店でお酒を買って持ってきて飲むなり、まったりしていただければと思います。そうそうそう、これステージ上はダメだからね。そう、ステージ上はダメですよ。ステージはダメなんですよ。ただそちらで飲む分にはいくらでも OK ということらしいので、僕らは飲んではいけないというね。やってる間はね。そう、いやいや、終わってからもステージ上はダメよ。それでは、お待たせしました。すみません、ありがとうございます。なんか広報担当かのように流暢に喋っていただきましたが、ありがとうございます。鍵盤の森谷聡でございます。よろしくお願いします。紹介をくれました、ずっと聞いてくれてます。そして、ドラムス谷明俊、ありがとうございます。で、自己紹介してなかったですね、ベース叩いてます、新井雄二と申し上げます。よろしくお願いします。それでは、お次の曲、ちょっとパンサーをやろうかな。はい、実はですね、トリオで出るっていうことを話していたぐらいですから、最初はインストをね、インストルメンタルをメインにやっていこうかなって思ってたんですけども、
この一つ前のバンドさんがね、あのフルートをメインにやってらっしゃってたので、で先週もここでやってた時同じバンドさんだったんで、あ、これずっとインスト続くよりは歌入った方がいいなっていう風に勝手に思いまして、で急遽ちょっと来てくれないかってことで、彼に来ていただいたんです。これあのハープのお兄さんに来てもらってたんですけども、まあ当初の予定通りちょっと3人でトリオでインストを1回やらさせていただいて、その間にまあお酒でも買ってくればいいんじゃないかなと思います。ではちょっと説明を少し省いて、マーカス・ミラーの曲で、パンサー、
ありがとうございました。パンサーという曲でございました。本来はですね、まあ、あのスラップ奏法でというね、こうパチパチと叩いた、演奏で、あ、差し入れいただきます、ありがとうございます。いや、それだから NG なんですけど、ああ後ほどいただきますね。ありがとうございます。あ、よかったらあのお客さんで飲んでください。ありがとうございます。お気持ちありがたく頂戴いたします。そう、スラップ奏法で有名なマーカス・ミラーの曲なんですけども、まあそれをあえてこのフレットレスというねベースでやってみたら、そうなんですよ、気持ちいいんじゃないか。フレットレスなんですよ、皆さんお気づきですか。それわからない人はわからないけど、ね、そうですね、あの、はい、簡単に説明したら、あのベースの指板ですね、指を押さえるところ、左手の部分がツルツルなんです。何にもないんです。まあ、だから何って言われると、こういう風にうねうねできるよっていう、あの本来だとね、本来というか皆さんが知ってるようなやつだとここに入ってるんですね、線が1本ずつ区切って、ドならドまでとかね、そう、鉄の棒が入ってるんですけど、本来でしたらそれがないことによってこんなにうねうねしてサウンドが、そしてそれによってより一層新井くんのプレーが、あ汗まみれになるという今アグレッシブって言おうとして汗まみれに変えたでしょまあありがたい話は、あの 見ての通り汗だくなので、ありがとうございます。はい、まあこんなちょっとしたね楽器的な話じゃないですけどね、あの少しでも楽しんでもらえたら嬉しいなと思っております。ではお次またちょっと、じゃあ木戸さん入っていただいて、あの主目的がほら歌があった方がいいんじゃないかから入ってるんで、すいませんね、ありがとうございます。まあブルースハープでインストっていうのもありなんですけどね。お次がですね、ウォーキントーキンという曲があるんですけど、これはまあかなり、そうですね、コアな人なら知ってらっしゃるんじゃないかと、2013年にですね、CD が出てるんですけども、ブークグルーブっていう人たちで、今でこそそうですね、若者という言い方はよくわからないんですけども、あのネオソウルっていうジャンルが流行ったりしてますね、まあ、そのだいぶ前から流行ってるんですけど、その感じをかなり出してるバンドなんです。ユニットですね、あれは本来は。で、その人たちかっこいいじゃんと思って、僕らがちょっとカバーかな、コピーっていう形でやらさせていただいてたんですけども、ずっとコピーでやってるのもねってことで、あのアレンジさせていただいたんですね。で、それが結構ふわっとした感じに出来上がりました。ふわっとできたら面白いな、かな。でもこの編成でやるのは初めてですね。そうですね。なので、まあ、それこそ本当に差し入れの氷結じゃないですけど、あの企業の回し物じゃないですよたまたまですけど、お酒でも飲んだり、あのご飯でも食べたりしながら、まあね、夜景見るなりして、楽しんでいただけたらとても嬉しいです。どうしようかな、一回ちょっとだけ原曲バージョンってやってもいい？いきなりやってもできる？大丈夫？なんとなくでついてる。ずっと続く感じですけども、ちょっとアレンジさせたバージョンを一回やらさせてもらおうかなと思います。ちょっとメトロノームやらさせてね、これ遊んでるわけじゃないですかね。では、僕の準備ができ次第入りたいと思います。ウォーキントーキンという、ブークグループです。
walking in my sleep and talking in my dreams. I'm waiting, remembering the time you're with all your men.
ありがとうございました。ウォーキントーキンという曲でございました。まぁ、ちょっとね、ムーディーにやれればなんか、ありがとうございます。とても温かい拍手をいただきまして、とてもありがたい限りでございます。ちょっと若干チューニングしますんで、はい。さあ、もういよいよ残すところの時間もわずかとなってまいりました。私たちのんべえセッションバンドスペシャルトリオ編成プラスワンでお送りしております。長いなぁ。プラスワンです。プラスワンです。まあ、最後の曲になるのかな、最後かな、時間的にはもう最後かなと思いますんで、じゃあ、はい、またですね、このステージで、やらさせていただけたら、これであって、そうですね、ですし、ね、もう ぜひやりたいですし、うん、意外と私たち、池袋によくいますので、そうですね、はい、池袋の日高屋とかによくいますから、ね、ちょっと本当のことを言うんじゃない。そうですね、例えば、まあ、この間も言いましたけどね、エールハウスっていうバーでは3ヶ月に1回ぐらいやらさせていただいておりますし、ビアバーなんでね、で僕がビールしか飲めないので、そこを選んでるっていうところもあるんですけど、だったりあちらの方ですね、池袋の平和通りの方でしたかな、レッドゾーンっていうところで、セッション開催してたり、ハードロックですね、そこはやってたりしますので、まあ、この辺いるとなんか特に目立つのはこの辺かな。普通に歩いてたらね、うん、最近はいないからね。あ、本当。ね、日付変わると言ったけど、ね。あ、そうですか。まさにのんべですな。で、私も結構その辺をうろちょろうろちょろしておりますので、もしね、よかったら声かけていただいたりしたら嬉しいなと思う限りでございます。では、最後の曲をいきたいと思います。ではいきます。Nothing from Nothing でございます。本日ありがとうございました。Don't you remember?
とうございました。ナッシングフロムナッシングでございました、お時間になってしまいましたのでこのコイラでお開きとさせていただきます。ノンベセッションバンドでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。かっこよかったじゃないかっていう方いらっしゃいました。そこの前に箱置いてますので、これで喉でも潤せよ、これを入れていただければなと思っておりますといった感じでお騒がせしておりました。今日これ池袋リーグのバスケ池袋っていう企画だったんですけど、これでなんか生演奏する機会作れたらいいなと思ってまして、そういうバスキングみたいなことをできる環境を整えてたらなと思ってやってるんですが、ちょっと西口公園がこの後11月ぐらいから改装工事になって使えなくなってしまいますので、ちょっとこの場所では当分ないかなと思うんですが、どっか他の場所でもできたらいいなと思ってます。そういうなんか新